ここからは言えば言うほどコニックスがお送りします。はい。 まあ、その靖国にお参りするかしないかという話から、さっきのキトラ古墳の話にもなりましたが、まあ、現在でその、お参りするかしないかということに関しましては、フラワーズ・ゴーンさんからもいただいておりますし、えちょっと待って、このフラワーズ・ゴーンさん2番目にしましょう。日米、日米首脳 Y 亀吉さんから、安倍総理大臣は来日するオバマ大統領への配慮で靖国神社参拝をしない方針だそうです。そうそう、その方が今は正解だと思います。来賓対 対偶で招かれるオバマ大統領ですが首脳会談でのテーマは TPP クラカン太平洋経済連携協定のほかにえ日米同盟の強さを世界へアピールすること TPP では関税をめぐって隔たりを残したままで首脳会談で具体的な合意に至らない見通しでありますあ,あそうかな、えー、具体的な合意には至らないらしい、うん、ちょっと幅がだからここで 親分同士話をバーンとととししししていい、うん、いうことでしょううこでででょょががそれでも難しいぐらいの隔たりがあるんでしょうかね日本としては、オバマ大統領との会談で日米同盟の強化を確認し、海洋進出を強める中国を念頭に、アメリカとしてはウクライナでの勢力拡大を進めるロシアを念頭に、力を背景とした現状変更は認められないという言葉で、まあ、共同、そういうことをですね、共同で文書で盛り 込む方針でであろううと、はいはい、ということですオバ,オ,バオバマ大統領は、国賓待遇、今何という来賓待遇、ご来賓の皆様じゃない国賓待遇多分この人はいあの、国賓と書いてあったと思います、はい、私が間違えて読んだと思います、はい、これは全然違いますね、はい、あの来賓と国賓ではね、もう具体的になれば、天皇の,あのお出迎えとか。 宮中のそういうことがあるかどうかというようなことで、はい、全然格式とかかなんも国賓待遇ということです、ね、最高級いうことですね。さらに、集団的自衛権は明記しないものの。 公私、えー、容認を前提とした新しい同盟関係の構築についても確認したい考えだそうです何やら新しい同盟関係はきな臭いですからしっかりと中止しなければいけませんそれもこれも中国ロシア困った隣国のせいです困ったもんですねということで、えー、かつ南春夫さんかつ南春夫 <laughs> 新しいペンゴ、ね、ルフも歌も上手いなんですごいやんそうするとあのちょっとピンチに陥った時なんかも、はい、プレー中には六甲おろしじゃなくておまんたやしをこう <laughs> 頭に浮かびながらプレーをする人ですよ。はい 勝春さんいオバマ大統領明日来日わざわざアメリカからお寿司だけ食べに来ないでねということですが <laughs> さっき言ったようなずらっと並んだ、はい、結構重要なことなんかもねうん、うん、TPP も経済的には重要それから先ほどの隣国との関係集団的自衛権の問題、はい、こういったものはね政治的にも経済的にも非常に今ね 今大事な時期でもありますね。A69 助さんからもいただいております。アメリカが自動車輸入目標を要求してきましたが、日本側が強く拒否しておりますがね。と うんなんだかんだ言いながらもアメリカもかということでアメリカもかというのはも,うも,もともと経済的にはですね、はいえー、やっぱりアメリカは国益を重視しながらの交渉は進めてきましたが先ほどの方もあったように安国参拝の話もアメリカもはっきり口に出して言いましたですね。はい、不快感があるとということで、うん 中国とか韓国なんかは昔からそう言って言ってましたけども、はい、アメリカもそれを言い出したというところにですねあの今の日本の立場みたいなものがね うん、感じられますですよ、ねね、そして、アジアの情勢がかなり緊迫してるなっていうことを、まあ、アメリカ自身もずいぶん危機意識を高めたということですよね、うんはい、フラワーズ・ゴーンさん、これ最初に読もうと言った人でちょっと後回しになりました、オバマ大統領来日ですが、警備が従来の大統領訪日とは比較に、うん ないほど大がかりなようで大統領へのテロ計画は2011年5月アメリカ特殊部隊がビンラディンを襲撃殺害したとき押収した資料の中に暗殺計画があったという情報がありましたブッシュ大統領時代からの計画を実行していた え、という、オバマ大統領は報復暗殺テロの対象として狙われているようです。日本滞在中、何事もないことを祈ります。ということですが、はい、これもニュースで私も見ましたけども、今時アメリ、あの、東京に行って、はい、そいで、あの、荷物が多いから、コインロッカー預けようとすると、全然飽きません。うん。はい。ダメ。 ああいったところに爆薬とかなんかを入れたりなんかするというと、はい、警備が大変しにくくなりますので、はい、もう全部満杯らしいです、うん、満杯の状態って、満杯じゃなくて、満杯の状態になっていると、うん、入れられないようになって。 あれと同じ状態で使えないようになってるそれからもうその他の警備やなんかで非常におそらく東京の人はですね今日常的に苦労をする強いられるという状況もこういう影響でそのぐらいピリピリしてるんだだけどこれがいつもばんばんが言ってるばんばんひろみ君が言ってるように京都の人はいわゆる国際 会議場がありますでしょ。はい、あそこにもうすごい偉い人が常に来る。うんうん、それから御所には。 天皇がお帰りになったりそれからあとは祇園祭り葵祭時代祭りがある大門寺があるそして桜があるもみじがあるその都度交通規制やらな何やら年がら年中年がら年中いうことひょっとしたら東京よりも京都の人のがそういうのは苦労は多いかもわかります桜は咲いてません咲いてません。もう全部散りました来ないでください <laughs> だから皆さん、<laughs> バンバンがもし来ないでくださいと言ったら、今、桜真っ最中やなと思った方がいいと思います。<laughs> はい